ご視聴の皆さんいらっしゃいませ。海夏です。ドラゴンクエストシリーズ全踏破比較第21弾 Nintendo DS のドラゴンクエストモンスターズジョーカー1ですね。攻略開始していこうかと思います。画面なんですけど、一応プッシュスタートの画面でかくなってんだけど、どっちがメインかなこれ。ソフトによってね、メイン画面が変わるので。で、初めから行きましょう。後から。主人公、海夏。どっちがメイン画面かな？逆かなこれ。あ、逆っぽいな。前にやったね、スライムモリモリの場合は、下画面がメイン画面だったけど。ちょっと待ってね。入れ替えましょう。画面を変えよう。はい。ホタルさんいらっしゃいませ。おはようございます。ご視聴、コメントありがとう。ちょっと待ってね。変えたい。場所を変えたい。消すのは違うから、コピーか。でね。コピー、どうで、に、準備する時間がなくて。で、こっちの画面を、ここに。こちらの画面を、下に。では、これでやろう。出るんだ、海夏。ギルツ様がお呼びだ。ギルツ様とは一体。どうした？牢の中がそんなに気に入ったか？お前を出したくないのはギルツ様とて同じだろう。しかしなぜか気が変わったみたいなのだ。とにかく、ジェイルの一員であるからには、当主の命令は絶対だ。たとえお前が当主ギルツの息子であろうともな。しょっぱなローから始まるって。フル GP に出ようとしたのは、よくもまあそれだけのために、あれほど暴れてくれたものだ。だろう。お前がバトル GP 大会に出場することを許そう。ただしこれは任務だ。お前にやってもらうことは時期を見て連絡する。バトル GP の選手という身分が隠れ蓑になるだろう。言うまでもないが、モンスターを仲間にするためのアクセサリーだ。バトル GP の開会式は今日だったな。準備ができ次第、会場のあるアルカポリス島に出発せよ。GP の会場はアルカポリス島にある。地下の桟橋からアルカポリス島へ向かえ。このフードかぶってんのはなんかあんのかな。たとえお前が当主ギルツの息子で地に住まう人々の未来がかかっているとだけ言っておこう。一応崇高な目的があるんだね。特に本は調べられないかな。いやな、この感じ懐かしいね。最近ね、初プレイ多かったけど、このジョーカーはね、やったことある作品ですね。みなずやないか。ようやくお許しが出たのか？任務でバトル GP だと？よかったじゃねえか。お前はジェイルから脱走してまでバトル GP に出たがってたんだからよ。バトルレックスがいる。バトルレックスか。研究所のライブラリにない種族だ。よくやった。サンプルは多い方がいい。自分たちのやっていることは役に立っているんでしょうか。ただひたすらモンスターを捕まえることの繰り返しで。ジェイルを、ギルツ様を信用できなくなったか？お前の立場では知り得ることに限りがあるだろうが、全てはギルツ様が立てられた計画の礎となっている。活動の日は近い。今はただギルツ様を信じるんだ。はい。言われてもね、信用しろという方がなかなか大きな島がこの辺には7つもあるんだもんな。いろんなモンスターが生息するのも頷けるってもんだ。あの下画面のマップに見えているあれがモルボンバ島なのか。深いね。行き止まりか。足が遅く感じるね。お、女の子がいる。どうして海夏とギルツ様は仲良くしないの？本当の親子なんでしょ？もし私にお父さんがいたら、うんと仲良くするのに。そんなことを言っている少女も、数年後には、クソ親父とかね、言うんでしょうね、きっとね。私も人事ではない。バトル GPT や最強のモンスターマスターを決める大会だろう。提携する組織だ。のモンスターを必要としているんだが、研究所がいっぱいになるほど集めることもなかろうに、そんなにいっぱい集まってんだね。お前が気の毒だよ。ジェイルの当主の息子だもんな。部下の手前もあるし、ギルズ様がお前に厳しくすんのはわかるけどよ。今回のことだって何も独房に10日もぶち込むことはねえよな。10日間もぶち込まれていたのか。どこへ行く？研究所にいてもお前の仕事はもうないぞ。今はギルツ様に与えられた新たな任務に専念しろ。いけない、本当に行かせてくれない。あ、ではアルカポリス島に行きましょうね。親切だね。次どこに行けばいいかが分かった。分かったな。何のことかって？お前を踏んじばって独房にぶち込んだことさ。こっちも仕事でやってんだ。まあ許してくれや。脱走してまでバトル GP なんてもんに出ようとしたお前の気持ちがよ、わからないのか。ここを出てマスターになりたがったお前の気持ちわかるよ。あ、こっちは分かってくれる人だ。モンスターを鍛えながら旅をする、そんな自由な生き方してみてえよな。ここなのかな。脱走したお前があっさり見つかったわけを教えてやるよ。女の子だよね。お前はバトル GP に出たいとギルス様に言ったそうじゃないか。とさ、お前を監視するようギルス様が私らに命令したのはね。そうなんだ。で、ここに入れられていたんだよ。行きましょうか。待ってたぜ、海の津。任務でバトル GP に出るんだってな。ここからバイクでアルカポリス島へ行けるが、島を出れば任務が終わるまで帰ってこれねえぞ。で、今すぐ出発できそうか。はい。おっといけねえ、大事なこと忘れてたぜ。テンションアップっていうのはね、かなり今作では重要でして、それを持っているいたずらモグラをで、攻撃アップのスキルも持ってるからね。こいつでいきましょう。いたずらモグラの名前、イタなんとかにしようか。イタモグで女の子でしょ。モグでいいか。オッケー。いたずらモグラか。お前らしいチョイスだな。じゃあこいつを連れてアルカポリス島へ行ってきな。バトル GP 頑張ってこいよ。水上バイクですね。7つの島からなるグランプール諸島。どこよりもモンスターが豊富なこの地で、バトル GP と呼ばれる最強のモンスターマスターを決める大会が開かれようとしていた。いやー、この BGM 懐かしいね。モンスターズといえばっていう感じの曲だけど。あなたこの島に来るの初めてなんじゃない？ようこそのぼりさん。ここはアルカポリス島よ。私田舎者を見抜くのは得意なの。そんな特技いらなくない？出る島マップのことだけど、もし全体を見たければ触ってぐりぐり動かしてみな。何事もトライだよ、トライ。ぐるぐる、はい。動かせるよっていう。メタメタな話題だった。バトル GP に出ようってんじゃねえだろうな。やめとけ、やめとけ。バトル GP はな、最強のマスターを決める大会なんだよ。ガキの遊びじゃねえんだ。ママんとこに帰んな。階段の下はノビス島行きのバイク乗り場になっています。P のスタート前ですが、ノビス島に行ってみませんか？実は開会式の準備が遅れてまして、お待ちいただくのもなんですので、ノビス島行きをおすすめしてます。あの島には必勝祈願の石碑があるんですよ。GP に出るマスターは石碑にお参りする習わしがありまして、詳しい場所はノビス島の G ピットでお聞きください。教会本部と違い小さなピットですが、ちゃんとセーブもできますよ。そう、どこでもセーブじゃないからね。みだのみってか。上気眼のお参りなぞ俺様には関係ないぜ。言うと X ボタンタッチだ。わかるだろう。露骨だね。かなり露骨だった。 X ね。私に話しかけないで。ルス様より話は聞いています。いいですか？何があっても対にジェイルの名前は出さないように。参りに行く前から準備中だったのよ。行って帰ってきたんだただいまバトル GP 開会式の準備が遅れていまして、選手の皆さんはまだ上の広場には入れません。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。というわけでノビス島に行きましょう。せっかくね、意気込んできたの。ノビス島危険度 F。 初心者に優しい弱いモンスターばかりの島。はい、あ、で G ピットってあったね。お、スライムがいるね。さあ、まずは G ピットで情報を集めましょうか。ようこそ G ピットへ。ここはバトル GP の選手をサポートする施設です。あなたも必勝祈願ですね。お参り場所は山の頂上にある神殿の中にあります。気をつけてください。道中モンスターとバトルになることもあります。傷ついたらこちらで回復できるので無理をせず戻ってきてください。では G ビットインフォメーションに何かご用はありますか？すれ違いバトル説明。アウトとはバトル GP とはバトル GP のルール。マデュライト。マスが固まってできた結晶です。グランプール諸島のいろんな場所で拾います。なんかキーアイテムだっけ？あ、これか。7つの島を巡ってマデュライトという物色。このジョーカーは昼と夜があって、ここで休憩することによって確かに切り替えられるんだよね。自分手動でっていうか、ガマが1匹だけじゃ頼りないだろ。そういう時はスカウトだ。バトルで欲しいモンスターが出たら必ず成功するわけじゃないから根気よくな。スカウトが失敗続きの時は仲間のレベルを上げてトライしてみな。あとは攻撃力で決まるからテンションアップとかね、バイキルドとか貯めるとか、そういうのが必要ですね。島の中心にある洞窟を抜けると山頂の神殿にたどり着く。ここにあるのがアイテム販売機で、表のカウンターにあるのが銀行の機械屋で、覚えとき。関西弁だったここは配合所といってオスとメスを配合させて子供を作る場所です。配合を重ねるとなんとモンスターがどんどん強くなっていくんですよ。 GP が始まれば利用できますのでもうしばらくお待ちください。始まってないからまだできない。アイテムショップ、薬草が8ゴールドか。サラモグラ装備できないね。石の斧、棍棒。できればね、攻撃力を上げておきたいとこだよね。買っとこうかな。買おう。装備で残りで買っとこう。あれ、こう預かり所か。あ、スタンバイ控えとかも連れていけるんだっけ。扉には鍵がかかっている。では早速外にいるスライムでも捕まえてみようかね。命令、カメル。どれくらいテンションいるかな本体捕まえられたらいいんだけど、確か1体捕まえるごとに仲間になる確率が減っていたような気もするけど。防御2体目くらいまでは普通に仲間にできるかな。とりあえずこのハイテンション状態でやってみようか。50か、低い。 65% か。お、成功した、よかったただオスがいいな。よし、じゃあスラリンにしよう。レベル上げようか。今度はレベルを上げて、可能なら3体目4体目を仲間にしておきたい戦闘倍速モードとかなかったっけ？設定的なのはないのか。ライブラリー満タン中だ。スライムが速い。主人公の移動速度がそんなに高くないっていうのがね、問題ですね。で、イタズラモグラはなんで上がるんだ？あと4。上がりづらかったっけ、そんな。これで全員レベル上がったか。ちょっと一旦休憩して、ちょっと、イタズラモグラスーパーハイテンションまで持っていこうか、今度は。で、ハイテンションだね。ハイテンションなんだっていうのが出ないんだね。さあ、スカウトアタック。でも46か。ぱ届かないねきっと。一応ゲージがあってさ、あ、ギリギリか。届いてんのかなこれ。お、成功した。ギリギリだね。お、続かれ一に送ろうか。4体目はきつそうだな。もうちょっとレベル上げてから。どこ行くんだっけ？洞窟的なのは違うか。初心者向きなのになぜか知らないけどいるっていう。ガンテス。あー、スライムの方が速いな。追いかけてくる速度は。ジャタラモグラ。ジャタラモグラはとりあえず1体いたらいいかな。あ、でも2体目いたら仲間にしやすいか。仲間にできるんだ。2体目だから確率低いよね、きっとね。向こうも力を貯めてきた。お互いテンション上げていく。お、向こうまだ上げてくるか。向こうスーパーハイテンションまで上げてくるかな。こっちはスーパーハイテンションになった。あれかな、思った以上に低い。スカウトまで持っていけないね。59。お、成功した。ナイス。やつもメスなんだけど。ダンモグ2。パーティーに加えよう。誰外そうかな。そうか、スラミを。おもんじゃ。一回倒そう。イタモグ2の方。レベル上げたいしね。あれか。今回もこういう人の度合いは変わらないのかな。一定なのかな。ランダムなんだろう。ヘルコンドル飛んでるね。ヘルコンドル仲間にしたいね。いけなかったと思うけど。不自由にしか上がんなかった。お、一応成功した。よかった。モモ。モモ。こいつは預かり所でいいかな。さて、ここは何だったかな。よう、モンスターのスカウトはうまくいってるかい？教えて欲しければ説明すっけど聞いてくか？はい、カウトしろって命令すると、仲間はスカウトアタックを仕掛けるだろ？その時モンスターを攻撃するけどダメージを与えてるわけじゃない。スカウトするモンスターにこっちの力を見せつけてるんだ。まあ仲間になってくれるってわけだな。だから腕っぷしの強い仲間がいりゃスカウトは成功しやすいぞ。うまくいかない時はレベルを上げて仲間を強くしてからスカウトしてみな。モンスターならスカウトアタックの成功率が見えるはずだぜ。例えばアタック終了後成功率が 20% って出た時は1分の1の確率で仲間になるかもしれねえのさ。つまり5回に1回くらいってことだな。必ず 100% にしないと仲間になってくれないわけじゃねえ。っていうか 100% なんぞめったに出るもんじゃねえ。100% だったとしても希望はあるってことさ。まあ確かにな。テントの裏のはしごのそばに木箱が置いてあったろ。知らない。一体誰がやったのか。外に木箱が捨ててあってね。しかもテントの裏のはしごのそばに。これじゃあはしごは使えないんで慌てて片道占領として5ゴールドをもらうかやってみるかね。では始めるとしよう。スカウト9第1問。でででん。お見事、第1問クリアじゃ。あとは基本中の基本、しっかり覚えておくようにな。商品として薬草がもらえた。スカウト9は全10問。残り9問かな。挑戦料10ゴールドを払って次の問題に進むがね。14ゴールドしか持てを装備できるモンスターを連れてくること。仲間モンスターには武器を装備させることができるのじゃよ。今はダメかなこいつら。正解した。イタズラモグラはヒノキの杖装備できるらしい。まあこの先はまだ出題できんな。アルカポリス島での開会式が終わった後にまた来るがよい。あ、テントの裏のはしご。はしご。近道ができるようになったっぽいね。あのはしごなんだっけ。とりあえず一旦回復してこようか。あとセーブもしとこうね。そしたらスライムをあと1体。メスだね。2人スーパーハイテンションならなんとはなるかな。スーパーハイテンションは失敗しないんだっけ今回。これで2体スーパーハイ17。メスが来い。メス。オスメスどっちでもってやつが来た。とメスのマークが出せる。名前にしよう。まあ、スラミ2に預かれるように送るの。これで配合できるようになったら、配合で強くできるぞ。で、この橋はどこに行くんだっけ？これ裏道かなんかだっけ？いたずらモグラと仲間にしたいたずらモグラだと HP が違う。まだレベル上がってない。上がってたよね。あ、レベル2だから上がってるよね。で、近く違うけど。やっぱ初期モンスターは優遇されてる。え、痛恨痛い。さあ、ダンジョンを、お、ドラリー。これも初期モンスターの一体だね。とりあえず、一体スカウトするか。ちょっと強いぞ。板モグ2がやられてしまった。てか冗談抜きでかなり強いな、こいつら。14。で、こう。逃げ出したね。ドラキッチ。何にしようかな。ドラキーのメスでしょう。安直につけよう。攻撃量結構高いな。どうしよう。一旦、戻るか。そうなってしまったか。どこだっけ、橋が。あっちか。するよね。オッケー。食らった。倒しきれてない。まだリベンジしよう。だもう、ドラキーちょっと強くてな思った以上に強かったね。まあ、1体は捕まえたから、あとは倒していこう。レベルが上がった。さあ、始まってます。しおりさんいらっしゃいませ。おはようございます。挨拶ありがとう。ここから新タイトルのドラゴンクエストモンスターズジョーカー。初回の配信ですね。お、でかい！こんなでかいリップスに舐められたら、いや、そう。とりあえず、二人は防御しといてもらおうか。もう一段階上げようかな。どうしようか。あ、でも一体目だから、テンション20あれば十分かな。12、70くらいか。80いったわ。四捨五入でほぼ9割。成功したー。ナイス。どうしようかなー。メスでしょ？女の子っぽい名前。リップル。あ、シャドウがいた。あー、襲ってきたか。あ、7。結構ダメージが痛い。これはちょっと、あ、舐め回ししてきた。危ねえなー。スラリーの HP が尽きてしまう。倒しきれてないのか。レシピ高いな。スラリー防御させようと思ってあと1個しか持ってないぞ。でもあの宝箱が欲しいよ。しかも後ろから攻撃された。あ、だよね。身構える前に襲ってくるよね。どうしよう。ドラキーは倒そう。モグ2さんは防御しといてもらおう。あれ、今テンション上げてた？防御してたつもりで、もしかして。あ、4来たー、くそー。うわー、是が非でも捕まえなければ100ためよう。と下画面はコマンドとかですね。10しか上がらない。80まで上がった。さすがスーパーハイテンション。さあ、シャドウのメスですね。スキル死神持ち。死を司る特技を。おめでとう、仲間に。ありがとう。す。なんだろう。名前つけんのな、すげえ苦手なんだよな。シャリーにしよう。光上、宝を取って、ヒノキの杖だ。スラリーは、ヒノキの杖は、あ、一応装備できるんだ。そう、足癖が悪いです。あれ、キメラの翼は？しかし何も起こらなかった。やっぱダンジョン出ないとダメか。湧くよねー。混乱してる。混乱しとるぞ。な、ちょっと倒しとこうか。ドラキーを優先して。お、スキルポイント獲得した。そう、ここに来てようやくか。振り分けてください。トイミ欲しいね。欲しいけど、覚えられるの？あ、覚えた。あと1足りない。あと1上がればホイミが使えるのに。もうスキルポイント1欲しいわ。ホイミね、誰か1体でも覚えてればね、楽になるんだけど。ダメだ。2体はまずくないから、さすがに逃げようぜ。やめて1体だってほしい。そしてまた出てくる。後ろに下がったのが失敗だったかもしれない。お、混乱してる。今がチャンス。あ、メラ捉えた。あー、つかないしょうがないと。命大事にとかにしとくか、スライムは。作戦編。得られない。身構える前に襲ってきた。あ、やばいぞ。ハザラモグラがやられてしまう。それどこだったブロー。今何も起こらない。ちょっと待って、ということなんでなんで使ったじゃん。2個も消費したんだけど。てか失敗しても消費するのかい。倒せるか。倒せない。使うか。残りの1個の薬草を使おう。テラリンあと何で上がる？あと5か。あと5でスキルポイント1でももらえないかな。あの翼はなんで失敗したんかな。それが、あ、スキルポイント覚えんかったか。残念。で、いたずらモグラに火の塔。アイテム、薬草を買い占めよう。買えるだけ買う。あ、この状態でセーブしよう。今度こそ山頂に行きましょうか。いいですね。今回モンスターがいろいろ仲間になるので、確か命名権あったよね。そう、名前をつけるっていう命名権があるので、なんかね、好きな名前つけたい人は、チャンネルポイントを使ってくださいね。ただ、マナー違反な名前を付けようとする人に関しては、スルーするので、そこだけは注意してください。次は何を仲間にするんですかね。そうですね、一応ね、捕まえられそうなものは、ガンガン捕まえていこうかなとは思って、育てるかどうかは別として。何が出てくるか次第だな。いたずらモグラ。なんだろう、攻撃アップかな。攻撃力が上がればその分、スカウト力も上がるからね。お金結構もらえてるな。なんかドラキも改めて見たらなんかでかく見える。バトル画面の時、通常サイズだけど、フィールド画面にいるやつなんかでかいんだ。こいつも攻撃力上げておこう。さあ、着いたね、山頂に。となってしまった。回復しようと思ったの。マスターがモンスターをスカウトしようとしている。なんでスカウトできないの？おとなしくスカウトされなさいってば。うん、スカウトだと？何度やっても無駄だ。諦める小娘。決めるのは私だもんね。そもそも喋っていることに突っ込むよ。もう一回行くよ。私の獲物なの。あわわわわ。気を見せました。人間どもも次から次へと。GP というふざけた大会のせいなのか。口が悪い。ちょっと、どうしてくれんの？君が来たせいでモンスターが逃げちゃったじゃない。もう今まで見たことがないレアなモンスターだったのに。しょうがないな。ね、師匠的な意味ですね。これ名前じゃないですね。名前がわからないモンスターマスターのことをマスターって言ってますね。そうだわ。ここは君のモンスター1匹で許してあげるとしましょう。何この沈黙は。ちょっとした冗談でしょ？ねえ、そういう目で私を見ないでくれる？失礼しちゃうな、もう。ところで君、ここに来たってことは当然必勝祈願なんでしょ？この島の守り手をたたえ、我ここに石碑を建てる。古より幾多の沈めし獣よ。ところどころ文字が欠けておりほとんど読めなかった。あ、いたいた。やっぱりまだお参りしてる人がいましたか。見回りに来て正解でした。バトル GP に出場予定の方で勇者の名前なんです。海夏。そうですね、名を刻んでいきましょうか。オフ系だとね、そもそも名前がついてたりもするからね。トルネコとかね、ヤンガスとかね。あ、で、それでここに来るのか。なるほど。下からはショートカットできないけど、上から帰ってくる用のショートカットでしたね。これでこの島ひとまず終わりかな。夜だとりあえずは開会式終わらせましょう。なわくんおはよう、ありがとうございます。開会式のあるアルカポリス島に帰りましょう。お待たせしました。まもなく開会式が始まります。老人、こんな大勢の前で話すなんて緊張しちゃうな。皆さんお静かに。今から第7回バトル GP の開催を宣言するよ。ゆるいなGP 協会の会長カルマッソ、皆さんよろしく。なんでも今大会の参加マスターは過去最高だそうだね。会長としても一 GP ファンとしても嬉しい限りだよ。これはやっぱりあれかな。今回の優勝賞品を伝説の宝具に変えたことの影響なのかな。伝説の宝具だった。すごいんだよ。まばゆく輝いてて綺麗なんだ。あれをふさわしいモンスターが装備した姿を想像すると、いけないいけない、脱線しちゃったね。にゃ。とにかくみんな伝説の宝具を目指して頑張ってね。聖杯か。それダメなやつじゃない。まだ選手登録してないうっかりさんは協会本部に行くんだよ。思いっきり大会を楽しんでくれよ。坂を登った先の大きな建物、アルカポリス島が誇るシンボルってやつですね。もし選手登録がまだならそこの本部でやってくれますよ。まずその選手登録終わらせてこよう。ここが受付かな。ようこそバトル GP 協会本部へ。市の方ですね。それ得させていただきます。海夏選手ですね。確かに受けたまわりました。それでは引き続きバトゥライトを集めること。バトゥライトとは星の形をした石です。この石がグランプール諸島の各地に存在するので拾ってきてください。10個集めるとこの GP 本部にあるゴールへの扉が開かれ、ゴールした上位5名までの選手だけが、今後このカウンターでは大会の様々なルールを説明していきます。何かわからないことがあったらお気軽にお尋ねくださいね。ということですね。バトゥライトってのはグランプール中に散らばっている石のことだ。世界でもこのグランプール諸島でしか撮れないメイン画面の上の方だね。バトゥライトって書いている下にちょっと見づらいけど星のマークが10個並んでますね。まずあれを10個貯めるのが目標ですね。俺バトル GP 初参加でよ。もう今からドキドキしっぱなしだぜ。落ち着いてんな。デライトを10個なんてどこにあるのかしら。まずは情報集めね。でないと何も始まらないわ。なんかイベントが。わがままマスター。おげんこつ祝っても、面会は全部お断りして申す。全部？そこからしておかしいじゃありませんか。道芸におかしかろうが、当選者は当選でごわす。これはなんだろう、九州方面の方言なのか。ごわすって言ったらなんかそうなのかなって思っちゃう。方言はね、難しいよね。話を集めろとは GP を舐めているのですか？あれ、今回だけじゃないんか。会長に会って聞いてみたいのですが、会わせてもらえないし。あ、鹿児島弁なんだ、これ。本先は会長好きでごわす。本は忙しか青人。面会はお断りし申す。なんだろう。こういう標準語じゃない人がさ、俺に言わせりゃさっさと他の島に行くやつは素人だね。まずはじっくり情報を集め、それから一気に勝負をかけんのさ。先行逃げ切りは GP じゃ通じねえ。途中時息切れすんのが落ちさ。まあ敵が強くなっていくだろうからね、島を渡るごとに。珍しいモンスターには目がないお人じゃよ。ほとんどのモンスターを手に入れた今でも新種を求めとるらしい。まあバトル GP 中は忙しくてそれどころじゃあるまいがの。珍しいモンスター持ってきたら会えるかも。会長ってうだつが上がらなそうですが、あれで大した人物なんですよ。優れたマスターであり、ドクターであり、その上研究家でもある。もしかしてあの情けなさは敵を欺くためのもの？冗談ですよ、冗談。あははは。ではスカウトリングをはじめ各種アイテムの開発をしています。ちなみにスカウトリングはカルマッソ会長が発明したんですよ。あれはスカウトの常識を覆すものすごい発明でした。ものと比べたらかなり強引に仲間にする方で、諸島には7つの島以外に多くの小島があるんですよ。水上バイクで移動する際に発見できるかもしれませんね。自動で移動できた。ここは勝ち抜き戦の時に使われる選手控え室でございます。あなたも決勝バトルに出場できると。決勝に出てくるんだろうな、名前名乗ったってことは。左を向いてごらん。おっきなものが浮いてるでしょ。ちょっとしか見えないけど、あれが決勝バトル用のリングよ。でもリング下にキメラ100匹を閉じ込めて持ち上げさせてるとか、なんて鬼畜な。で、信じないでよ、冗談よ、冗談。超鬼畜だな。てか100匹で浮き上がるとは思えないけど。そこに見える小さな建物が金付き堂さ。ゴール地点。マジュライトを10個集めた者だけが扉を開けられるらしいぜ。あ、そこがゴールなんだね。ね、本当だったら鬼畜だよね。ドラッグ企業も真っ青だわ。もうね、手に入れなければ。見つけたんだよ。ここに入り込もうとしてたモンスターを。ちっこくて弱そうだったな。すぐに逃げられてしまったけどね。誰のことを言っているんだろうか。新たな島へですね。次の目的が。ここにね、ショップとかもあったと思うんだけど、まあ、とりあえず新しい島に行ってみましょう。で、真珠とははるか昔、この地を救ったと言われるモンスターのこと。クリスト山頂の石碑も真珠を祀ったものなんですよ。真珠誕生の地と呼ばれる聖地なのです。まさかさっきのあの獣は、的な。他の島はこの島にはどうやって行くんだっけ。新たな島だったらな、あれかな、このアルカポリス島に渡ってくるときに使っていた桟橋があるんだけど、主人公の、なんだろう、故郷というか、住みかというか、こっち、まあ、この桟橋も後で使うってのに、どこのドイツだ、こんなとこに止めてんのは。あれか、向こう側に桟橋があるんだよ。内側の先っぽに青いマークがあるから、あの先だね。で、どこ行けるかだけ確認していきましょうか。と危険度し、ここはちょっと高いね。過去に最悪があったと言われる島、ゾンビ系モンスターが多い。まだね、F ランクだからこっちは行くとしたらこっちの E だ。サンドロ島、危険度 E。地上の砂漠島、いろんなモンスターが生息。はい、じゃあ次回はこちらのね、サンドロ島っていう場所をメインに攻略、探索していきましょうかね。いや、ほんとなんかすり鉢状の場所ですね。で、北の方にもまだ使えない桟橋がある。そうですね、そのグランプール諸島っていうところを攻略するからね。てか、ホイミスライムがいたぞ、今。ホイミスライムは仲間にしたいね。次回までに仲間にできるのは仲間にしたい。琉球の砂漠地サンドロ島へようこそ。この島の名所は闘技場の遺跡と巨大な流砂。いずれも中央部のくぼみに降りていくことで見られます。まずはそれらを見別していかれてはどうでしょう。はーい。とりあえず、今回はここでセーブして終わりましょうかね。ホイミンなの？コメントいただいていたホタルさんとしおりさん、ありがとうございました。現在この Twitch で生放送を放送してます。サイバーパンク2077やドラゴンクエストシリーズ攻略しているので、よかったら登録お願いします。この生放送のアーカイブを、皆さん最後までお疲れ様でした。また次の配信でお会いしましょう。またね、バイバーイ。